こんにちは、クです YouTube で新企画を始めました。まあどんな企画かと言いますとアラヒフなんちゃって長者合宿という感じで、まあ、アラヒフの人が発信するアラヒフのための発信をする、えー、もしくはアラヒフ好きの人が発信するそしてですねお互いのアカウントで発信できる著作権フリーのものとなっているということで 今第2話まで進んでいるんですけれども今回どんな話題にしようかなと思ったんですけれども今回はですね前回の鬼怒川温泉ともつながっているかもしれないんですけれども社員旅行というテーマで話していきたいかと思いますおそらく今アラヒフの方ですと90年代に就職することが多かったと思うんですね、えー、そのの中で社員旅行っていうのが 多くの会社でであったと思うんですよ私も派遣社員というキャリアを話すことが多いんですけど、何か所か正社員だったこともあって、その中でですね、社員旅行というのがありました。大、え、体、ー、いいですね、社員旅行というと、当時はですね、まあ、めんどくさいなという感じを受ける方も多かったと思うんですね。私も例外にもおれずですね、特に仲がいい方と、 行くわけではなくて、まあ、会社の同僚の方が一緒なわけなんで、まあ、あまり気が済まないななんて思ってたことも結構あります。そんな中でもね、思い出の社員旅行というのがありまして、私はですね、ハワイに行ったことがあるんですよ。ただ私もですね、そんな旅行とかあまりするタイプではなかったので、 え、そんな頻繁にね、旅行していなかったんですけど、そんな中でね、ハワイに行ったことがあるんですよ。え、それも社員旅行で、まあ無料で行けたんですけど、その会社は儲かっていたので <laughs>、無料で行けたんですね。会社によってはね、大体積み立てとかそういうとこをするところもあると思うんですけど、私の場合はフリーで行けたということなんですよ。まあその会社はどんな会社かというと、 携帯電話の基板とかをですね、レーザーで加工してた、そんなような会社で、私はマシンオペレーターとしてその会社に勤めていたんですね。参考体制で、まあ、24時間稼働していて、えー、まあそれで8時間かける3みたいな形ですけど、まあ、引き継ぎの時間がちょっとあるので、まあ8時間、 半から9時間ぐらい、えー、拘束時間があってその中で働いていたみたいな会社ですね、えー、私がね派遣も含めていくつか転々としたんですけど職の方はその中でその会社は、まあ、私の中では一番、えー、労働者時代で言えば一番羽振りが良かったのが、まあ、その時期なので会社のお金でハワイにも社員旅行という形で行かしていただけた、まあ、そんな会社だったんですけど えー、ちょっと話がね、前置きが長くなりましたけど、えー、ハワイに行ってみてどう感じたかというのは、やはりですね、まあ暑いんですけど、日本みたく地面っとした暑さじゃなくて、カラッとした暑さで、えー、すごく気候がいい、まあ快適な暑さみたいな、そんな感じですよね。まあ今のね、日本の時期にちょっと近いのかもしれないですね。7月、8月の暑さではなくて、5月頃に感じる暑さ。 5月頃気温が上がってカラッと晴れても、まあそんな湿気を感じない。まあ、なのでかなり気持ちいい、えー、気候だったと思います、えー。そしてですね、どこのお店に行ってもですね、まあ日本語が通じるんですよ。なので全然普通に生活できる気候はいいし言葉は通じるし、おまけに治安もいいというところで、 一昔前、私より一世代前の方ですと、ハワイに別荘を持つ、ハワイで、えー、第二の人生を過ごす。まあそんな方も多くて、日系の方がすごく多かった印象がありますね。日系のお店とかに行っても、そういう方が多,い多かった印象があります、えー。で、まあ、食事なんですけど、 やはり食事はちょっと違うんですね、向こうは。何かっていうと、基本肉食なんですよ。でですね、会社の行事というか、ハワイに行って、まあ自由時間もある,あるんですけど、会社で集まるような、まあディナーとかそういう、まあちょっとした集まりがあるとき、 に、まあ、レストランみたいなところだと、まあ、どこ行っても肉を出されるというね、感じで。まあ、そこはちょっと私はあんまり合わなかったなという感じがします。ただし、日本食とかも結構ありますので、えー、別に無理やりお肉を食べなくても大丈夫という環境もあります。えー、なのでね、一世代前の人はセミリタイアするとハワイで暮らすなんてこともあったんじゃないかと思うんですね。 芸能人なんかがね、よく毎年ハワイに行くとか、そういうのも、まあ、わかるなって気がしますし、えー、プロレスラーのね、ジャイアントもマさんなんかも、えー、毎年ハワイに来ていたような気がします。別荘があったのかなまあ、そんな感じで、まあ、とにかく日本人と相性のいい、えー、海外。まあ、一応アメリカなんですけど、 アメリカっぽくはないんですけど、まあ、それかハワイだなという感じがしますね。うなのでですね、まあ、かなり、まあ、楽しい旅行だったかなと思います。その中でね、潜水艦に乗ったりとか、えー、して、そこを潜水艦で行くと、なんていうんですかね、スキューバーダイビングやる方が見るような、ちょっとした魚が見れるみたいなことがあって、 まあ、なかなか楽しかったなと思いますね。普通に映画と、映画館とかもありますし、まあ、全部英語なんですけど、えー、なんか見、見ましたね。誰ライアーライアーっていうか、ライアーライアーじゃないか。ジム・キャリーが出ていた、なんか、コメディだったと思うんですけど、英語わかんなかったんですけど、まあ、体験として見に行ったっていうこともあ,るありますし、ハワイのね、バス、 に乗り継いで、まあ、ちょっと離れたショッピングセンターに行ったりとか、ショッピングセンターというか何ですかね、今でいうイオンみたいなところですかね、そういうところに行ったりですとか、あとはですね、あ、ハードロックカフェというところに行って、えー、T シャツを買ったりした思い出があります。まあ、それがね、私が唯一行った海外旅行ということになるんですよね。 うん、なのでですね、うん、それからは行ってないんですよね、海外、海外旅行というのは。で、今こういう時代になっちゃったんで、おそらくですね、えー、会社のそういう社員旅行とかいうのも、あんまりやるところが、まあ感染症もありますけど、その前の時期からバブルが崩壊して、えー、しばらく経って、ね、で、 非正規の方とかが増えてきてそうなってくるとやはり昔のような社員旅行というのは減ってしまったのかなという気がしますねえー、私はすでにですね労働の世界には今いないんですけれども思い返すとねあの頃はあんまり嬉しくなかった社員旅行も今だとちょっとあるとまあ、私が社員じゃないですけど労働してないんですけど労働者として会社員だとしたらまあちょっと 寂しいなという感じを感じているかもしれないですね。えー、そういう感じでですね、まあなかなか、えー、会社員時代の楽しかった思い出というと、社員旅行、ハワイ旅行というのが思い出されますね。飛行機に乗るなんてことも、飛行機に乗ったのも私2回ぐらいしかないんですけれども、もう少し前にね、えー、北海道、札幌に、その時はまあ仕事というか出張というか、 そういう形で乗ったことがあるのでその2回ぐらいですかねまあそんな感じでその頃はまあ社員旅行が多くの会社だったアラ皮膚の世代だとまあそういう体験している方が多いんじゃないかと思います皆さんはどのようにお感じですかねそれではご視聴ありがとうございました失礼いたします